はいよ、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつっつんです。ということで今回は来季も続投決定、長谷部監督契約延長後初戦ということで、この試合は久しぶりと現地観戦に行く予定です。ただ今年の僕ね、ベススタでのゲーム全部雨なんですね。今年3試合か4試合ぐらい行ったんかな、全部雨なんですね。晴れた記憶が、ないと。しかも記録的豪雨みたいな、なんか日もねあったような気も、しますけどもね。めっちゃ雨しか降らないんですけどね、今回こそ晴れてほしいっていうゲームですけどもね。さあ今回名古屋戦のねプレビューには、なりますけどもね。そう、今週早くも監督の契約延長発表とね、 J1 から J3 まで含めた全クラブの中で多分一番早い、契約延長発表じゃなかろうかっていう感じがしますけどもね。抵抗等でさあ、強豪名古屋でございますけれども、この試合の見どころをやっていこうと思います。よろしくお願いいたしますと、いうことでこちら、福岡名古屋ということで、アビスパ福岡現在勝ち点38で8位と、いうのが福岡の結果ですね。で対数名古屋グランパスは現在勝ち点が46で3位というのがグランパスの結果にはなっておりますね。で両者直近5試合、ルヴァンカップが両チームありましたね。ルヴァンカップ、そう、今回のルヴァンカップですけどもね、準決勝、10月に行われる準決勝はこの、福岡名古屋のカードということで、決勝進出をかけた、2クラブの対戦ということなんで、ちょっと早いですけどもね、1ヶ月早いちょっと前哨戦といったところでしょうかね。福岡名古屋というところで、直近5試合福岡が3勝2敗というのは福岡のリーグ戦の結果ですね。で対数名古屋グランパスはちょっと勝っていない、リーグ戦はちょっと勝利がない、直近3試合で勝ちがないというのが名古屋の今後までの結果になっておりますね。前回横浜 FC 戦最後の方に追いつかれましたもんねっていうのが、前回の結果で、あとルヴァンカップは鹿島相手にグランパスが最後勝ち上がるというところですね。ちょっとスタンドの方ではね、鹿島のサポーターさんがなんかやらかしてたみたいですけどもね。で福岡も福岡で FC 東京3連戦は2勝1敗と、勝ち越しておりますんでね、なかなか FC 東京自体が相性がいいクラブであるんですけども、いい気持ちでこの試合を迎えることができるんじゃないかっていうのも両チーム共通かなと思いますけどもね。でこちら、これが福岡対名古屋ということで、左出しているのが前回リーグ戦のメンバーというところになってきますけども、ちょっとやっぱルヴァンカップとのメンバーは相当変えてくるんじゃなかろうか。ちょっと1週間ね空いたんで、名古屋は結構フルメンバーというかね、レギュラー組に近いメンバーで鹿島戦やってたね印象があります。で福岡結構こうね、レギュラー陣と控えメンバーをうまいこと入れ替えながらやっていた感じがしますんで、福岡ちょっと怪我人がねいますけどもね、しかしこの試合しっかり勝つことができるんじゃなかろうか。僕はそこは信じております。ちょっと目の前で勝ってほしいですもんねっていうのがありますけどもね。でだからグランパスはリーグ戦ね不調なんですね。ルヴァンカップはさっきも言った勝ち上がってはいるんですけども、ちょっとリーグ戦に関してはあまり調子が良くなくて、でこの試合本当ね、長井とユンカーの立ち位置ところも、注目で、前回ユンカーがだから1列下でプレーしていたというところですね。ワントップ長井選手というところにはなってきます。この辺は入れ替わり立ち替わりやっていた印象があります。2週間前なんで僕も見ていた、見たはずなんですけど、ちょっとね、前回もだから、ユンカーはなかなかねリーグ戦では最近点が取れておりませんので、ちょっとここはねグランパサポーターからしたら不安点の一つじゃなかろうかというところですよね。で要警戒 J2 から来た男って書いてますけどもね、やっぱ久保選手ですね。久保選手ね、先発で来るかどうか分かりません。泉選手のところで使われるのか、それともね泉選手がまた先発なのか、もしくは野上選手のところできますんで、グランパスの右ウィングバックって相当選手が厚くてみんなタイプが違うというところなんで、久保選手にしろ泉選手にせよですけどもね、途中から出てきたら嫌ですよね。1年前は J3 にいた久保選手、僕はもう J3 の時から久保選手は好きでね、注目というかね、本当個人的に応援していた選手にはなってきますけどもね、この久保選手、J1 に来たかという感じがします。遅かれ早かれという感じもしますけどもね。てことで、ウィングバックでおそらく出てくるであろう、久保選手ね、シャドウも多分できる選手とは思いますんで、途中から出たウィングバックなのかね、シャドウに入るかっていうところでしょうけど、多分ウィングバックとは思います。メインがやっぱウィングバックの選手なんでね。てことで、久保選手ちょっと厄介なんで、そこはね抑えてほしいところになってきますよね。で先制点
点が鍵という当たり前のことを書いてますけどもね、まあ、しかしやっぱ福岡も名古屋もですけどもね、どちらもボールを持たがらないチーム、まあ、非保持型のチームですよね。で、非保持型のチームがやっぱり勝つにあって考えたときは先制点を一つ取ることで、先制点を取った上で相手にボールを、持たせることですね。やっぱり福岡も名古屋も、まあ、ボール持ちたくないチームであるのは、これチームスタイルから明確ではあるんですけども、じゃあ相手がこうボール持つ展開、相手が嫌がる展開ですよね。相手が嫌がる展開イコールはボールを持つ展開にするにはですけどもね、やっぱりこう先制点取ることによって相手がこうボール持つみたいな展開になりがちなんでね、やっぱりこう追う側がですけどね、やっぱりこうね、試合展開的に追う側の方がボール持たないといけなくなりますんで、そういう展開場面を福岡は、作ることができるかどうかかなって感じますよね。で、まあ、だから気になる怪我人の状況ですよね。まあ、この試合何名が、試合に絡むことができるか、特に福岡の方はそうなってきますけども、ルキアン選手も途中で交代しました。ちょっと不安なところはありますけども、まあ、選手層もだいぶ福岡熱くなっておりますんでね、まあ、やっぱ出た選手の活躍というところは期待したいところだってきますけどもね。はい、でこちら、この試合の注目選手に当ててきますけども、まあ両ストライカーをやっぱり挙げました。まあ山岸とユンカーというところ、まあ、ユンカーが本当に後半戦なかなか点が取れていないんで、ね、グランパのサポーターからしたら、ね、ちょっと、大丈夫かというところでしょうし、まあ、山岸選手も、ね、一時期7試合かな7試合連続ぐらいノーゴールがついていたんですけども、やっぱ夏場後半戦はようやくここに来て調子上げている選手にはなってきますんで、この試合期待したところになってきますね。まあ、両者の成績としては、山岸選手が26試合で8ゴール1アシストで、ユンカー選手は、25試合で11ゴール3アシストなんで、いや本当数字自体は素晴らしいんだけれども、しかしまあ最近はこう得点が、ね、伸び悩んでるユンカーというところでしょうね。でこちら、これがプレイスタイル指標というところで、まあ、20点満点の数字ですね。まあ、20点満点で見ていくと、決定力はやっぱユンカー15点、まあ、高いですよね。でワンタッチシュートも両者やっぱいい数字、まあ、14点なんで、まあ、10超えればいい数字にはなってきますんで、まあ、山岸にしてもね、やっぱユンカーにしてもこうワンタッチでのゴールが得意で、ヘディングでも山岸選手の方が指標高いですよね。まあ、うん、ただ指標以上に、まあ、ヘディングに関してユンカーそんなあんまりいいイメージはあんまりないんですけどもね。で、まあ、パスレスポンス、まあ、反応のところに関してもやっぱ山岸選手がいいということで、受け方ですよね、ボールの受け方が非常にいいというのが山岸選手で、空中戦は山岸も強いというところなんで、まあ、この辺ですかね。まあ、やっぱ山岸選手は本当総合的にレベルが高い、まあ、ワンタッチでも決めることができる、ヘディングでも、決め切ることができるというところにはなってきます。それよりもユンカーはやっぱ決定力が高くて、やっぱワンタッチで決め切ることが、まあ、できるで、流し込むみたいなゴールもできますんで、まあ、やっぱユンカーも決定力高いし、ただまあユンカーはやっぱヘディング10ポイントにはなっているんですけど、あまりこうヘディングシュートでバカすこ点決めるイメージはないんで、やっぱユンカーうまいのは裏抜けとかパスレスポンスの効果なんていう感じがします。ただ山岸選手も、ね、頭で決め切ることできるしってところなんで、まあ、山岸選手の方が得点パターンは豊富かなっていうのはありますけども、まあ、両者何にせよですけどね、ゴール前にいたら怖い存在というところは変わりないというところでしょうね。でこちら、まあ、これが一応過去の成績も出しているんですけどもね、まあ、こうやって見てみるとね、まあ、福岡でもう4年目なんですね、山岸選手は。ですけどもね、確か山岸選手が加入した年の、ね、動画で僕はもう山岸は絶対福岡に合うからとか、いや素晴らしい選手が、ね、福岡に加入したよっていう話は、確かこれ2020年か、もう2020年なんだね、あの話をしたのかですけどもね、にしたんですけどもね、まあ、本当4年目ということなんで、まあ、本当長い選手、ジャーニーマンだったんですけど、こんなに、なんか福岡にいてくれるという感じがしますよね。でユンカーに関しては一応こんな感じ、まあ、今年が一応ベストシーズンには、なっておりますけれども、さっきも言ったとやっぱ夏場以降のユンカーちょっと課題が、残ってるなという感じで受けておりますけれどもね。はい、でこれが両チームの数字的な話にはなってきますが、まあ、グランパス大体こう平均よりもいい数字がやっぱり、並んでおりますね。まあ、オフェンスもそうですけどもね、オフェンス面も大体こう真ん中ぐらいか真ん中よりもいい数字が並んでいる。でディフェンスの指標に関しては、まあ、非シュートの数が13位、非チャンス構築率が13位なんで、まあ、ピンチ迎える数も多いし、まあ、シュートまで持っていかれるんだけれども、最後のところしっかり、守りきるみたいな集中力が高いチームなのかなっていうのは、感じます。やっぱりチャンス構築率が高くて、でも失点数が少ないということは、ゴール前での集中、まあ、ランゲラック選手を中心にですけども、やっぱりこう最後は集中して守ることができているというところでしょうかね。でこちら、
これが得点パターン失点パターンですけども、まあ、やっぱセットプレーとかクロスとかこの辺のグランパスは強みがありますし、まあ、大体どこのクラブもそうですけどもね、大体どこのクラブもセットプレーとクロスの得点が高いというところにきますんで、まあ、大体こんなもんかなというのは割合的には思いますけどもね。で、まあ、失点パターンに関しては名古屋そんな穴がない、まあ、いろんな形でまあ失点はしているんだけど、これといった、ね、失点の割合が高いものがないんで、まあ、やっぱ平均値が高いチームなのかなというのは感じますよね。でこちらこれが90分間換算の平均スタッツですけどもね、まあ、グランパス、ね、枠内シュートというのはこれはやっぱユンカーの力もあるでしょうし、それこそまあマテウス選手が抜けたんで、そこの、ね、マテウス選手がいた時の数字もやっぱ含まれてますんで、やっぱマテウス加入前後でこの辺の数字が、どんだけ、ね、変わったかというところも気にはなりますけども、やっぱグランパス、ね、マテウスの移籍というのは、まあ、間違いなく痛いし、まあ代わり森島選手来ていますけれども、やっぱ違うところでの強みが出せる選手ですもんね。やっぱマテウス選手よりもチャンスメーカーであったりとか演出する側なんで、ね、マテウスはこう自分で決めきることもできるし、まあ、演出もできるみたいな選手だったんですけども、やっぱマテウスならというのはなかなか、ね、埋めることは難しい、まあ、しかし森島選手は良さがやっぱりありますので、今後どういう風にフィットしていくかというところは、ね、注目して見ているわけでございますけどもね。はい、というのが順になりますね。以上プロメンテージのサッカーチャンネルのつつんでしょうか。チャンネル登録します。